はい、ブリッてますか。ハイブリッドゴースケです。今日はですね、車を、見に今群馬県の、これは足立市だけど大田市の方にやってまいりました。そして車を、お借りしているのが、今日出していただいたのが、プリマさんです。ありがとうございます。お願いいたしまして今日はね、まあさっきご飯食べて言わなかったんですけども、実は僕は夢があって、移動販売っていう夢があって、それで車を探していたところ、600メートル先行く店、出口は左側、いい車丸山町144-1、それを今日見に行きます。で、プリマさんが付き添ってくれました。ありがとうございます。どういたしまして。あーやー、どうしたら入んだろうな。はい、ハイブリッドゴースケです。ただいま着きました。株式会社車生活様の車、こちらです。じゃ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 ーん。これが僕の、移動販売車になると。店長さん、決めちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでタコライタコライイエイイエイ。はい、こちらがですね、僕の移動販売車に今後なります。ちょっと後ろも撮ってもらっていいですか。ご紹介しましょう。これから綺麗にしていただくんですけども、見てください。なんとメルヘンチェックですね。乙女な感じがしていいですね。そして、まあ、後ろはまだこれからなんですけども、こちらはまたちょっと作り直していただいて、こういう大きなタンクとか、こっちのキッチンですね。キッチン、水道関係、あちらにあるんですけども、あれを、作り変えてくれると、あなたはこれから。で、もうカラーはもうこれ決まりなので、綺麗にしていただく。だいたい2週間くらい。ってことなので、おそらく、まあ目標としては今年に終わりに始めるのが目標です。で、免許の方を、ね、昨日、ハガキを出したので、衛生許可証の免許も取ります。はい。なんで、これはね、まあ俺のもん。まあ、なんていうのかな。江ノ島が似合う男になれるかな。って思いますね。あ、これで江ノ島行っちゃう。オッケー。じゃ行っちゃいましょう。で、夏とかは本当に海とかで販売もしたいので、これから僕の配信は、リアルで物を売っていく配信ね、これをやっていきたいと思いますので、YouTube の登録ハイブリッドコースケ、そしてこちらのお店、何でしたっけ、忘れちゃいました。栃木のにある、じゃあ車屋さんですね。はい、ぜひね。群馬。あ、ごめんなさい、組織じゃないや。群馬でした。群馬にあるね。で、こちらのね、店主様の、ご希望としましては、僕電話で聞いた時にいいなって思ったのは、今第二の人生をかけて結構こういう、キッチンカーやってるんですけども、なるべくコストを抑えて、ね、コストを抑えながらうまくやっていく、そういうお店なので。僕は今回こちらのお店を紹介させてもらいました。なので同じようにね、これから、やろうとしてる人いたらぜひね、ご連絡ください。ご紹介いたしますのでよろしくお願いします。ということです。今日はどうもありがとうございました。バイチャ、はい、ブリッドコースです。今からですね、車生活様のこちらの、これが買う車なんですけども、試乗の方をしていいってことなんで、試乗させてもらいますのでご覧くださいませ。では行きます。じゃあ乗ります。いやー、これ室内もうあれですね、よいしょ、狭い今これまだ狭いんですけど、後で取っ払ってくるそうなんで、さあ初めてのね試運転いきますか。プリマさん、どうですか。プリマさん、あ、きついこれデブ2人だときついですよね。あ、ハンドル軽いな、普通の3倍。めっちゃ軽い。何これ、これ
気をつけなきゃいけないのは、はい、これどこまで行ってんですかね。ブレーキの高さがあること。あ、本当だ、ちょっと違う。あ、でも軽い。いやー、いいっすね。あら、あら、すごい音しちゃってるよ、これ。これちょっと言わない、ビビりがやばい。やばい、言わないよ、言わないと。もうこれ、帰っちゃいましょうか、これ、乗って。嘘です、ごめんなさい。え、ちゃんとね、お金払ってね。あ、でもね、これ言わなきゃいけないけど、冬馬さんね、はい、川越の保健所が、1ヶ月かかるらしいんですよ、審査。あら。だけどなんですけど、はい、ちゃんとやってるよっていう、証拠みたいなのがあれば、なんだろう、やっていい、そうなんです。そう。OK が出ればですよ。はい。うん。ただ、ちゃんとした申請書ができるのは1ヶ月。例えば車検はもうすぐに取って、はい、それで1ヶ月、まあ、車検してるような形で車取られてるって状態、はいはい、そうですね。おお、シビア。だけどほら、あの、僕も試験受けたりさ、まあ、これから医療販売 の、はい、その用意するものを作ったりとか、いろいろ試行錯誤してくる時間があるので、うん、まあ今年終わりか来年一発目からやれたら幸いだな。音がうるさいですね、後ろのね、やっぱり、ね、作りかけだな。そう、まだね、作りかけのレディオですね。はい、すいません、これどこですか。すごい、これどこですか。いや、これ田んぼ入っちゃうでしょ。田んぼ入っちゃうね、これ、うん、やばい、変なとこ来ちゃった。助けてください、誰か助けてください。うまけわかりません。どこで U ターンしていいですか。これ行きてねえから、これはもう入っちゃうしかない。 U ターンしようか。うん、ね、これ大丈夫か、これ来てないし、うん、よし。こっちってなんか結構ヤンシャみたいなの多いですね。ヤンチャラ、実はおっさんが乗ってるっていうね。うん、行きましょう。はい。やべえ、かっけえ。このぶっ壊れ音がはしゃいじゃって良いのかな。あ、ごめんなさいね。見てください、山。いやー、大自然がいっぱいだよ、おい。一発いきますね。群馬さん、おい、これ、近藤。あ、すいません。すいません、近藤に文句言われ。頑張れよ。それだけです。やべ、超いい車だ、これ。あの、足回り軽いっすよ。めちゃくちゃ。次ちょっとあの、うん、信号をゆっくり行って、はいはい、なるべく先頭になって加速試してみますか。あ、了解です。これでもオイル狩りなら入ってんじゃん。え、オイル、ほら、あ、ちょっと、うん、大丈夫です、うん、うん。でもね、これはレミちゃんが好きな内装ですね。うん、あの、ちょっと女の子とかときめいちゃうですね。ハッピー、ハッピーだけハッピーですね、これね。うん、やばいよ、やばいよ。働いちゃうかんね、俺。あ、こら、今度。頑張れよ。あ、すいません。じゃ、ここ、ベタ踏み行きましょう。せーの。うん。うんうん、悪くない、悪くない、全然。一生こんなんなので。どうした？いいっすね。うん、加速もいいっすね、これ。ここまで加速できればもう OK。 すごいすごいすごい、うん、いや全然問題ないですよ。でもこういう風に正直この車ってそこまで高くないんですよね、あの、全然100万以下なんですよ。だからこういう車で、あれ、こっちいいですか。 あ、そこ、あ、ごめんなさい、あ、ここだ。同じようにね、第二の人生をするならお金かけて高い車でやるのもいいけど、少ない、ね、予算で頑張るのもいいと思います。こっちでお茶っていいですか。はい、OK です。はい、よし、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。俺頑張るよ、皆さん。応援してね。バイチャー。